最近ね、我々家電をたくさん買ったんで、はい、それを紹介したいと思います。はい。さあ、まずはこちらでございます。じゃーん。これは？出まーす。これ、くるくるドライヤーなんですけど、はい、もうパナソニックの普通のやつです。めっちゃ普通のやつです。もう今あるのどうすんの？今あるの実はあれね、海外用なんよ。はあ、ほいで。で高いけもう壊したくないよね。はあ、はあ。だから早く買い替えたかった。ちょっとリーズナブルな。というかまあ、ほんと通常の。はい、まあ。これもどうなんだって話なんだけど、一応買ったっていうことで。はい。はい、これ皆さん買うことないだろうな。エネループでございます。こちら単4のね、電池4本入っていて、これ出しましょうか。で、これが充電できるんですよ。で、結構電池高いからね。で、なんで電池がいるのよっていうことなんですけど、外ロケ行くときにピンマイクつけるんですが、こちら単4電池が2本いるっていうことで、ランニングコストがかかるじゃないですか。どん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 買い替えてたら。そう。はい。これはいかんいうことで、こちら。充電できるもので、ちょっと対応していこうと、はい、いうことになっております。なっておりますよ。はい。はい。これでまたいろいろとね、ロケ行きたいと思います。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてこちらでございます。じゃん。ほい。やっと買ったね、体重計。はい。よくね、タニタとか、うん、オムロンとかいろいろあるんですけども、今回パナソニックっていうのをね、はい、買いました。で、これを選んだ理由は、はい、一番コンパクトだったから。そうなんですよ。まあ、今までなんか置いてなかったのにね、すごい場所取る大きいやつにしてもあれらしいということで、うん、そうそう、一番ちっちゃいやつにしました。減量目標の設定ができたり、あと過去の自分と比較することもできるんですよ。さらには頑張ったら褒めてくれるっていうことで、それで買いました。ちょっとこれ外してみようか。褒め褒め機能が入ってる、うん、これなんだ、生まれた月、あ、ジャスティング、あ、分からん、ちょっと覚えてない。はい、来ました。ここで実際に体重と体組成を測定する。あ、来た。裸足で本体に乗って測定してください。はいはい、グニャグニャじゃけ、こっち側でやります。ちょっと向こうで撮ってきます。はい、どうぞ。体脂肪高い。体脂肪が、やだ、言わん方がいい。言わない。あ、筋肉レベルも真ん中、うん、骨レベルも真ん中、いやー、びっくりした。体の年齢が50でした。ガビーン。やってきて、なんかじゃん、はい、下を見てホッとしたよ。皮下脂肪率高い。あー、ほんとだ。内臓脂肪率高い。筋肉レベルは、筋肉マン。骨レベルも悪くないか。うん、いい。体年齢46歳です。やば。すいません、久しぶりです。おばんじゃった、やばい。頑張ろう、これからね。はい、ということでね、バイタリフトカッサというものでございますよ。はい、はい、これはお母さんのために買ったの？お母さんのプレゼントです。うん、田中みな実先生が、うん、宣伝してらっしゃったりしたので、うん、間違いないかなと思いました。はい、はい、はいはい、どうぞ。こちらプレゼントでございます。ありがとうございます。あら、なんて、なかなか出てこない。ん、パナソニックバイタリフトを選んでいただきましてありがとうございます。うん、この美顔器は独自開発のデュアルダイナミック EMS で表情筋にアプローチするリフトケア研究の集大成です。お使いいただけた、ちょいちょい失礼。表情筋に当ててくることでしょ。そうそう、うん、どのパカッと開けて、パカッと開けて、ここ、あー、ぶけた。で、ここが、うん、あ、そのお顔のところに当てるみたいな。どっち向きにやれっていう。設置するような大型 の、うん、その冷蔵庫とかは、はい、買えばいいかなと思ったんですけど、うん、設置する必要のない電子レンジを買わなかったんです。実店舗で買わなくていいんじゃない、ネットの方が安いんじゃないと思って、この電子レンジをね、価格コムで調べたんですよ。うんうん、そしたらもう本当にびっくりするぐらい安いんです。うん、2、3万は安かったよね。やっぱりね、電子レンジの2、3万ってでかいよ。でかいです。ただね、やっぱりね、そのお店の名前が、瓶底クラブとか、ネオ家電とか書いてあるから、いや、その、いいんですよ。いいんだけど、もう。瓶底怖いよね。瓶底クラブって、
怖いと思って、これ本当分かる方教えてください。はい、もう一つ、はい、大きなものを買いました。カモン、買ってしまいました。ニュー冷蔵庫でございます。ちょっと開けてみましょう。はい、おなんかドアが、ここなんかちょっと分厚いような感じがする。うん、分厚いよね。奥行きすごいあると思うよ、このでね、あの名前が MRB46J って型番ですけど、だからもうこれ、うん、そろそろ作らなくなるっていうことで買ったんよね、うん、同じ冷蔵庫をこの間買うてるんですよ、うん、お母さん、ね、お父さんがね、はい、でそれはもう出たばかりの頃で、うん、毎年毎年新しく作るんですよ、うん、なんかじゃあ閉めてくれる？毎年新しく作るんですけど、うんうん、もう残りわずかになってくるとちょっと値が下がってくるんですよ。そうね、はい、もう次の要は24年版が出てくるから、それでね23年版がクッと落ちるんで、だからうちの両親が買ってた時よりも5万円ぐらいお安く買えたっていう感じなので、ですから買うタイミングっていうのをお店の方に聞いてみてください。あのメーカーによって出る月が違うんですよ。で我々は、うん、あの見に行ってこれいいっすねって言って、前の冷蔵庫は壊れてたわけじゃないので、うん、安くなるまで待ちますっつって、うんうんうん、はい、あとちょっと触ってみて、やだよ、謎の凹凸がある、いやー何これ、でっこんぼっこん、なんかね、まあなんかあるんでしょ、3個分みたいなってるね、うん、はい、それで、うん、はい、私が決めた理由がいくつかあって、はい、実際に並んでた冷蔵庫の中で、うん、このね引き出しとかあるでしょ、まあこれ冷凍ですよ、うん、冷凍の引き出しですけど、すごいね、うん、めちゃくちゃ綺麗に閉まるんですよ。そうよね、実際わかる、他のメーカーどことは言いませんけど、いろいろやってみると途中で止まってみたり、ガコ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 、そうそう、ガガガガってなったり、うん、でこれ何も入ってないからですけど、うん、これ入ったらいよいよ動かなくなりますよみたいな。でもこれ三菱って飛行機とかそう作ってたからすごく精密なんですけど、そういう車輪系とか、そうこういうの得意なね、うん、だからこういうのすごくストレスないですよ、はいはいはい、もうねたくさん入った状態でスッと押すと最後まで行ってくれるんですって、うん、うん、それであいいなと思ったのと、とあと切れちゃう瞬冷凍っていうのがあって、うん、保証書が入ってますよ、ね。いろいろ大丈夫、あ大丈夫、冷えてる、よく冷えてます、うん、新冷凍です。これ何かって言ったら、ここの中に入れたらもう本当文字通り切れちゃうんですって。野菜とかも先にこうカットしておいて入れとくと、ほぐしただけで、はあはあはあ、あとカレーとかもそのまま冷凍するでしょ、うん、したらすくえちゃうの、すごい、全部チンするん、うん、なんかもう本当シャリっていう、はあ、そうなんです。これも本当明るいね、 LED がね、いやちょっと明るすぎるんじゃないかなと思ってするんだけど、最高ですよ、明るいのがいい、はい、うん、これがチルドでしょ普通の、はいはい、でその下にこれがあるよ、うん、冷凍まではしたくないけど、うん、その日には使わないお肉とかお魚を入れとくと、うん、その週末ぐらいまでは持つみたいな、薄切りの肉とかひき肉とかはやっぱ劣化が早かったりするので、うんうん、そういうのをスペースに置いとくと長持ちするらしい。そしてこのね野菜が長持ちするような LED がついてるんですよ。3色 LED がこれが4つついてるんですって。でその光を当てることによって、うん、なんとお野菜がこう鮮度が長持ちするんですよ。だから葉物野菜とか葉緑素が入った野菜だったら効果があるっていうことで、へー、 LED によってなんなら成長も促すっつって、うん、すごいっすよね、はい、ここにね、うん、こうボタンがあって押すと出てくるわけですよ、うん、でおまかせ AI とかあるじゃないですか、うんうん、これが各部屋の、まあ、温度調整を AI が自動でやってくれるとか、これって押したら消えるの、うん、で押しとったらおまかせ AI が起動するってこと、はいはい、これで何にもなしってこと、何もなしってことですね、こういう状態で、はい、これ何してるかって言ったら、まあ、今選んでるでしょ部屋を、うん、で部屋選んで温度設定を変えると、なんか例えばあちょっと凍ってきてんなと、うん、うん、言ったら強にしてみたり、夏はちょっとね強くとか、これ5段階です、うん、はい、
で、まあ基本注意にしてればいいかなという感じです、はい、これは何、これはね、あの省エネができてるかどうか。へー、最大で3つ星です。上が5センチだったかな、で両側が 0.5 センチ開けばいいんですよ。で奥の方はねベタ付けしていいので、昔と違って今はねサイドと上から抜けるんです。上が開いてりゃいい。それじゃあ、はい、あのもう動画は回しませんけど、今からあの買ってきて2時間ぐらい冷やしてくださいって言ってたんで、冷やしたら、うん、冷やしました。それで今からね全部移して、はい、いう感じでございます。じゃあどんどんやっていこうか。はい、はい、動画はここで終了。はい、はい、終了でございます。これ大丈夫？うん、はい。